チャートリクターバッキャートークです。皆さんも見たこともある人もいると思うんですが、メガマーキュリーですよね。来期のキャピタの超フラッグシップの、まあいろいろ今回までずっと説明してきましたけど、今日はさらにこのボードの本当に何がいいのかっていうことをさらにディープトーク深掘りしていきたいと思うんで、よーく見てください。この動画を見ればメガマーキュリー、あなたも完璧に理解すると思います。はい、ここにあるメガマーキュリー、はい、これは1期前のこれがマーキュリーなんですけど、テンプレートは一緒ですよね。これ両方とも55の長さなんですけど、じゃあ一体何がこのマーキュリーが進化してこのメガマーキュリーができたっていうことを今日説明したいと思うんですけど、いろいろ細かいことがいっぱいあります。一番の違いはこの 3D コア、このね形状見てください。こちらは完璧フラットですよね。だけどこちら側はこれが 3D になってるわけですよ。このコアとこの見えない部分、中に入っている部材が全然違うということなんですよ。それぞれ一個一個説明したいと思うんですけど、まずは皆さんが一番気になっている重さだと思うんです。じゃあ重さをちょっと測ってみましょうね。通常のマーキュリー自体もめちゃくちゃ軽いボードです。155、見てください。だいたい 2770g って感じですけど、まあこれね、シュリンクが入ってるんで、これに引いたとして 2750g ぐらいがこのマーキュリーの155っていう長さなんですけど、じゃあここでメガマーキュリーがどれぐらいも違うかってことを見てみましょう。はい、じゃじゃん、 2540g、 めちゃくちゃ軽いんですね。つまり通常のマーキュリーに比べて約 210g もメガマーキュリーの方が軽いんです。ほぼほぼおにぎり2個分ぐらいがこのボードだけで軽くなってるんです。それは一番の違いというのはやっぱこのコアなんですけど、このコアが 3D のサーモポリマーコアって言って、通常のモデルはウドコのバンブーのコアですよね。ただこちらはサーモポリマーって言っていわゆるリサイクルプラスチックを使ってるコアなんですよ。それでめちゃくちゃ軽くしてて、 3D コアなんでこういうところをグレービングして軽くしてるんですね。この 200g の違いはめちゃくちゃ大きいです。次に硬さを見てみましょう。まずは感覚的な硬さからいきます。通常のマーキュリーです。このテール部分とノーズの方の部分にそんなに大きなフレックスの違いは感じないです。それ弾きもこういう感じです。次にメガマーキュリーです。感覚的にマーキュリーよりも返ってくる力、フレックスですね、この返ってくる力は速い感じがします。これは一番の理由は、通常のマーキュリーにはメガカーボンというのが入ってないんですね。ここにカーボンの帯が入ってないんですよ。でこちらメガマーキュリーの方にはカーボンの帯が表面と裏側の方に入ってるんですよ。これがやっぱりフレックスの違いがすごく感じるところだと思うんです。ですから実際乗った時もこっちの方が反発がより速く感じると思います。じゃあ硬さですよね。硬さについて言うと、それ人の感覚でしょって思うじゃないですか。じゃあ実際にこれを数字で表してみるとどんな感じになるかっていうのを見てみましょう。ちょうどこれノーズとテールの部分に高さを持たせました。それでここのセンター部分のアーチの高さを測ってみましょう。見ますか、 4.05、4.1 ぐらいですね。これに10キロの重さを乗せてどれぐらい沈むかっていうのをまず見てみましょう。ここにあるのが鉄アレイ2本です。1個5キロです。これをちょうどセンターの部分に乗せます。はい、この高さを見ましょうね。はい、見えますか。高さは 3.3 を指してますね、エッジの下で。同じようにメガマーキュリーを測ってみます。やはり同じようにメガマーキュリーのセンターの高さは 4.05 ですね。これに同じようにまた10キロの重さを乗せてみたいと思います。 3.3 ですね。自分の感覚では跳ね返ってくる力はメガマーキュリーの方が非常に強かったんですね。それで実際にフレックスを測ってみると、重さで測ってみるとほぼ一緒のフレックスのターミンになるわけですよ。これどういうことかっていうと、じゃあ一緒だと思うじゃないですか。でもこれ全然違うことで、つまりこっちはもともとこのウッドコアを使ってあれだけの硬さを出してて、こっちはサーモポリマーコアを使ってなおかつ 200g 軽くして同じ硬さを作ってるんですよ。おまけに
それでカーボンの帯を入れて中に入っている種類っていうこっちの方が全然多いんですね。それなのに結果的に 200g 軽くする、軽くした上にフレックスの硬さ数字でいうとほとんど同じに持ってきているっていうのは、これはめちゃくちゃ大きい技術なんですね。この直進安定性がどういうところで発揮されているかってことを説明したいと思います。はい、これメガマーキュリーをフラットの覆い立ちしてるんですけど、いわゆるメガマーキュリーの場合はセンター部分がこれキャンバーになるわけですよ。キャンバーになっていきなりここからリバースキャンバーになるんですよ。リバースキャンバーはいわゆるこの反対に向くわけですね。ロッカーみたいな感じになるわけですよ。そこからワープオップっていうところのこのノーズのこのテールがあるんですね。それでいくといわゆる直進安定性を生む、そしてあの時もちょっと言ったんですけれど、いわゆる出だしの時に非常にちょっと引っかかる感じがするんですよ。スピード出してしまうと全然安定するんですけど、この低速域でノーズの部分が引っかかるっていうことを僕ちょっと言ったと思うんですけど、それはどういうことかっていうと、キャンバーがこうあるじゃないですか、ね、でキャンバーのこの終点からいきなりここリバースキャンバーになるじゃないですか。いわゆる体重が乗った時にこのキャンバーからリバースキャンバーに変わるここの部分ですよね。ここの部分に非常にプレッシャーがかかるわけなんですよ。だから乗った瞬間ここにすごくプレッシャーがかかるんで、ここの雪を押す力が非常に強くなるんですね。それでこれの左右に行く感じが非常に安定するんですよ。つまり低速域だとこれが真横に行こうとすることをすごく引っかかるんで抑えるんですよね。だから低速域の時にターンを切る時にここが上あの左右に引っかかる感じっていうのはこの形状が生むことなんです。進んでる方向が前からずっと速くなった時には、これは逆に言うと安定性を持たすためにここにちゃんと引っかかりを作ってくれるからすごくいい形状になるんですけど、じゃあカメラさんここ見てくださいね。ここのとこ見てください。で体重が乗った時点でこのリバースキャンバーのこの接地面のこの位置のズレを見てほしいんですけど、同じような感じで見ている。今ここついてますよね。体重が乗せると浮くんですよ。ここがついてて体重がかかるとここまで動くんです。わかりますか？ここからここに動く、これだけ動くわけですよ。それでいわゆるこっちからこうやって進むじゃないですか。進めば進むほどノーズが雪によって押されるじゃないですか。上がった時にここの逆にここを見てほしいんですけど、足が乗っかってここを見てほしいんですけど、これここですよね。するとノーズに雪が当たるっていうことをキャンバーを押すんですよね。つまり全体的な安定性をエッジを持って押さすわけですよ。雪が当たれば当たるほどセンターに押せつかる、これ力があるのがこのマーキュリーなんです。今のこの動きが安定性を持たすって意味なんですけど、じゃあこれが他の棒だったらどんな感じかっていうのを見せますね。はい、ここにあるのがスーパー DOA ですね。スーパー DOA、 いわゆるメガマーキュリーはフリーライドで、スーパー DOA どっちかってフリースタイルじゃないですか。だからフリースタイルの方がこの左右にこのフリーっていうのがすごく楽になるはずなんです。じゃあこれがどんな形状になるかっていうのをさっきのメガマーキュリーと比べると見てください。メガマーキュリーとの一番の違いはこのフラット部分なんです。フラット部分どういうことかっていうと、このキャンバー形状に乗せて体重がかかった時に、さっきは点で自分の体重を押してたじゃないですか。この点で押しててそこにノーズの引っかかりがあった感じがするんですけど、スーパー DOA か DOA はここはゼロキャンバーになるんで面で体重を抑えるんです。だから一点に集中する力はすごく減るんですね。だから逆に言うとこの左右の動きがすごく楽になるんです。それでじゃあ体重が乗った時のここのさっきと同じような動きを見てください。メガマーキュリーはこれぐらい動きましたよね。ここら辺よく見てください。体重かけますよ。ここまで動くんですよ。ここでしょ、いきますよ。体重がかかるとここまで動くんですよ。この振り幅がスーパー DOA とか DOA の方が多くなるんですよ。つまり体重乗せた時に左右に触れる感覚っていうのがフリースタイルのボードの方がやっぱり大きく触れるんです。それがいわゆるこのゼロキャンバーとリバースキャンバーのこのポイントの違いなんですけど、つまりここのところが動くことによって全体的にこうやって動く、より
このセンターの部分のエッジングに中集中する感じがこのスーパー DOA なんですね。だからスピード出した時の安定性っていうのは確実にメガマーキュリーの方が、いわゆるマーキュリー形状、いわゆるディレクショナルですよね、の方が上がるんです。そこを踏まえるとメガマーキュリーの良さっていうのがだん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 分かってくると思うんです。フリーライドがしたい、直進安定性が欲しい、フレックスが硬いボードが欲しい、おまけに長い間乗った時に疲れないボード、雪や雪圧に負けないボードっていうことで考えてくると、このメガマーキュリーの良さがどん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 分かってくるんです。はい、ソールなんですけど、キャプターがソールメーカーに作らせて、キャプターの工場しか使えないエクスクルーシブソールのハイパードライブ、非常に滑るソールです。自分も1年間シーズンずっとこう通してチューンアップするんですけど、ここまですごく滑るソールはめったにないです。それでプラス、これがムーンショットっていう、いわゆるアフターチューンアップですよね、ストラクチャーが入ってるんですよ。このムーンショットが入ることによって、だいたい3月4月のこの湿雪がめちゃくちゃ強くなるんです。じゃあ湿雪が強くなるんだったら、じゃあこのメインシーズンどうすんのっていうのがあるんですけど、そこはショップの腕の見せ所になるんですよ。それはやっぱりショップが技術を持ってて、そのメインのシーズンでもクリーミーなパウダーでもドライなパウダーでもこれが引っかからないようにすることができるんで、だからそこは全然失敗しなくていいです。じゃあこのソールがどんだけ滑るかっていうのをちょっと具体的に見せたいと思います。はい、さっきのメガマーキュリーなんですけど、シャバ雪のような感じでちょっと仕上げてみたんですけど、これ見ていきます。まあこれちょっと仕上げてるんですけど、まあこれ見たらしますよ。はい、こんな感じにちょっと仕上げただけで、このハイパードライブムーンショットはめちゃくちゃ滑るような感じです。はい、以上のようなことで、メガマーキュリーどういう特徴があって、どういう長所があって、どういう乗り心地で、エッジの感じとかも分かってもらえたと思うんですね。このボードもう今年がファーストモデルになります。ぜひともこのファーストモデルが出たタイミングで乗れる人は乗ってみてほしいです。そして所有してみてください。この面白さが来シーズン山で弾けること間違いありません。メガマーキュリーチェックしてください。よろしくお願いします。